なんか大場さんのレクチャーでめちゃめちゃいい球放ってるらしいんで、久しぶりにちょっと元カノで勝ちもしていいですか。いやいいっすよ。いやなんかすげえね、いいっす。久しぶりにそうそう、やっぱ楽しみながらね、遊びながらやるといいっすよね。大場師匠の教えにちょっとやってみます。オッケー。こうやってぶって投げるとか、でも投げやすいのがそれぞれあるんですよ。お、いいねいいね、今のいいね。その時にやっぱ近い距離で、これもう本当に強くなる。あ、そうそう。おい。2本でも投げれる練習しなきゃいけないし、3本で投げれる練習もしなきゃいけない。なるほど。いやそんな難しいこと言ってないですからね。本当に。紐解いてもらえるとやっぱ分かる。あ、こっち。そうそう。そう本当に楽に、もう何でもいいんで。お、いい今の感じ。あ、いいっすよ。俺よりいいんじゃない？そうだから大丈夫。急に俺になったら暴動し始めたんですけど。全然大丈夫。なんか恨みあるんですか？いや、あれ。恨みはあります。やっぱ緊張してるんですかね？俺緊張してる。緊張してるでも。おい、花か。作り直して。花か楽に行こうよ。お、いいやっぱかかってるじゃないですか。でも近いからそんな力そんないらないわけですよ。そう危ねえじゃあアナちゃんのねパンツがね穴が開いてるからそれ落ちるでしょ。ちょっとドキ。俺もなんか今日こんなになっちゃった。わざとじゃないガチなんで。それ落ちるやろ。見てこのお尻。ちょっと。いい感じ。ダメージがね。著しかった。遠いっすよ。ほらいいじゃん。そう。あ、いや今のいいっすよ。いや全然いい。あ、いい。そう。それぐらいでも多少強くしても取れるんで。ここ大事やな。この距離。いいね。来たらもうね。こうなっちゃうよね。わかる。だからね、みんなダメなのは近い距離を相手に取りやすくゆっくり投げようとかって思うからダメなの。近い距離ある程度速くても取れるから、みんなあんまりだからもう加減とかしなくていいんですよ。そうほら取れるじゃないですか。そうほらいい、今のいいじゃないですか。だから向こうさんもその距離の時に2本で投げようとしなくて、普通に3本とか5本で投げる練習した方がいいです。いやダメ、今の加減してるっす。元カノにちょっと加減してるわ。はい、うん、まあ今のいいっすね。まあいいっす。うん、なんかちょっと加減してるっすね。まだいけます。あ、向こうさんね。あ、今のいい。ほら、田中ちゃん今5本で投げてんの？うん、だから5本でそんないいボールいくんですよ。だから2本で投げようなんて、2本で投げるんですよ。投げるんですけど、3本も5本もできた方がやっぱ幅広がりますよね。だってそんな取って時間ない時いっぱいありますから。うん。そうですよ。ほら5本でそんな投げれるんじゃないですか。そう。でも一番早いのは5本ですからね、取った瞬間。まあ2本でもいいですけど。だって地べたから持つとき2本っていうかやっぱ2、3本で取りますから。やべえ、カメラって結構きついっすね。カメラって結構疲れるんですよ、こうやって。なんか指がいって。いいっすよ。で最後、いや最後普通に足ほどいて、普通にそうそうもう取ってクイックみたいな、そう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 なんだよおい、どうした。えでもね別にね暴投したから何って話ですけどね、ランナーが1人出るだけなんで大したことないっすよ。うん、別にエラーしたから、赤ちゃんの顔が見えないから。赤ちゃん大場さんいるからね、まあ、あっちじゃダメだよ。赤ちゃん映ります。ちっちゃいな。俺も入っていいですか。はい。俺も入っていいですか。一でね。あ、オッケーです。いいですか、こう行きます。はい、いいですよ。はい、じゃあ10回きっちりやろうか。元カノと。はい。はい。よ、はい。1、はい。2、早く。はい、3。カットでお願いします。カットで。大場さん。はい。カットでお願いします。カット。しかもボール拾わせに行ってるんで。カットでお願いします。大丈夫です。あらか行こうよ。10回。ごめん。次ミスったトリックは。なんかねやっぱこうなっちゃうんですよね。それかあそこネットのとこでやる、大丈夫か。いや大丈夫ですよ、もう10回だけですよ。2秒です2秒。はい。1、はい。2、はい。3。四、あ、いい、今のいい、5、6、7、8、9、10、2、3、4、5、6、7、危ねえ。あ、今のいい、今のいい、そう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 、いや本当そういうのがマジで大事なんですよ。こんぐらい遊び心を持ってやらないと。うん、そう。はい。でもね、そっちはね、そう。あ、今のいい、今のいい。あ、今のいい。あ、いいじゃないですか。それぐらいです、ムーコさん。そうそう、今のいい、今のいい。オッケー。オッケー。僕来たっしょ。じゃあむしろ早い方が取りやすいしね、逆に。ありがとうございます。やっぱね早く投げると。近すぎる近すぎる近すぎる。早い。なんでそれ近いんですか。早い。大田コーチ、大田コーチ入って最後締め。はい、お疲れした。あ、向こうカップル。旧向こうカップルがちょっとね、やっぱスローイングがうまくなりたいんで、俺らもねうまい、教えたくないで、はなかちゃんもそうそうですね、またね守備が楽しくなると思うから、相手取るからみんな全部取る、そう、しかもグローブを買ったしね。 OK、 よし、じゃあバックスさんいつもありがとうございます。次回もよろしくお願いします。次回もお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあサムネ撮っていいですか、なんかちょっと